大丈夫ですか、はい、変わらないですか、うん、うおでかい。あ、でもおはようございます。おはようございます、超絶朗報です。はいはい、我々ね、ずっとビーチでサメを狙ってたんですけど、はい、まあ、取れなかったじゃないですか、はい、なんとね、あの漁師さんの定置網にかかったみたいです。ついに、はい、あのサメビーチで優雅に泳いでたサメですね。ちょっと見てみましょうか、うん、定置網、これ網の形、これ定置網にかかった網の形。そうだね、もしサメに噛まれた際、はい、エラに手突っ込んで、エラを引っ張るって、はい、あ、行ったじゃん、うん、これネット情報なんですけど、はい、エラに手突っ込んでエラを掴んでグッて引っ張る、もうこエラを引きちぎる、引きちぎる、見て手入らないの、ね、あ、入る、入る、入って、ここのエラをくるか、あ、できる、あ、できる、あ、できた、できた、うん、ちょっと小さくてびっくりしたよ、エラが、うん、手は入るね、うん、よかったね、うん、ね、ただ2匹ぐらい見えたから、あの映像ではね、うんうん、まだ安心はできないね。そうですね、うん、けどサメって賢いから1匹やられたら、うん、もう来なくなっちゃうこともあるから、もしかしたらもういなくなるかもしれない。確かに。じゃあ今回はこのサメ上がったじゃないですか、うん、はい、サバこうかな、はい、あら、そしてサメさばきといえば、はい、この方、金城さん、金城さん、今回もありがとうございます。はい。前回もいろいろ教えてもらったんですけどね。はい。今回も一緒にやりたいなってことで。そうですね。でもでかいね、マジで。2メーターを超えてます、ね。こんなのビーチに泳いでんだって怖くない？怖い。確かに。ロンキにね、泳ぎきれいよね、こんなの浮き輪の。うん。浮き輪によって。すごい。じゃあちょっと着替えて、さばいちゃいましょうか。そうだね、着替えるか。はい。はい。オー！早速。さばきましょうか。さばこうか。覚えてる？さばき方。さばき方。一回動画見返そうかな。そうですね。全部のひれ落として、頭落として。はいはい。が最初です。オッケーです。で、あの大きい包丁。これが。こうやって持った方がいいぜ。よいしょ。やっぱ釣りたてでもちょっと臭いね。優秀だね。はい、いいね、うん、これは肝臓、肝臓、肝臓でかいね。いった、はい、よっしゃ、取りました。匂いで、匂いでね、てる方もいるんじゃない。サメ、サメ、サバくときはね、ここから水を入れるとあっちから近づく仕掛け。え？よ。はい。あっちから取った方がいい。じゃあ今、はい、行きますよ。うん、あ、出た！出た、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 今出た。すごい、出た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 。あ、水だった。透明になったら。あ、もう、血ないっす。すげえ。もう血ない。こっちをちょっと。いい、いい、いいよ。こっからちょっと切ったいですね。ちょっと邪魔なんで行きましょうね。はい、すいません。皮だけでやっております。素晴らしい。じゃあこれで、一旦終わりで、はい、OK です。じゃあ肉をじゃあ持ち帰りましょうかね。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。帰ってきました。はい、はい、ありがとうございます。そうですね。はい、サメさん、これをじゃあいただいて、はい、調理しちゃいますか。はい、どうしよう、お塩さくほら、お塩はね、あのパンをね、準備してくれて、それから料理する、うん、パンを作ってるんですか。はい、はい、サメ風パン作ってくれたんですよ。サメ風のパン、うん、めっちゃリアルでびっくりするよって言われてて、今楽しみですね。開けすぎじゃん。怖っ。あれ、そんな突っ込むって思ったけど、そういうことね。そういうことね。いただいたサメ、こちらですね。じゃん。これは今から料理ですか。
一旦冷蔵庫寝かして、はい、明日やろうかな、うんうん、これでいこうな、いいんじゃないですか、うん、これをいくつか切って、冷蔵冷蔵はいさいさい、はいさいはいさい。前回ね、サメ、はい、定置網にかかったサメをさばいたんですよね。はい、さばいたサメがこちら、ドーン、でかーい白身。これでね、シャークバーガー作ろうと思います。シャークバーガー結構臭みとかが薄いんで、まあニンニク入れたりいろいろ揚げたりとかで、うん、まあ試行錯誤して、うん、まあ、美味しいハンバーガー作ろうかなと。もっと美味しく思ってます。で、お塩がこういう風にバンズ作ってくれてるんですよ、サメ。で、まだ1個しかないから、まあ人数分、うん、すごいね。ここにね、ごまとかつけてこれ背びれね、目とかつけて背びれ、確かに、おいおい、まあこんな感じで、はい、ちょっとお塩抜きなんですけど、うん、まあ自分なんかだけでパン作れる、ちょっと不安っすね。まあやっていきますか、じゃあ、はい、はい、まずはボールだね、多分ボール。牛乳とバターを入れます。いけるか。210、うん、で、バターを小さじ6で、これを500ワットで30秒。はい、こねるんだよ。待てよ、これこねるから、うん、え？え？パンだからこねるじゃん、うんうん、これ押しの壊れてるな、うん、パワーが電源入ってるんだよ、これ。おおやばい壊れてないですか、見つけここ押して、ここ押す、これ取れた方がいい手だもん。そっちの方がいい。これでいいよ、もうこっちだけ。そこがいい、そこがいいですよ。はい、そこが一応やりやすい。やりやすいけど、あの映像問題で。こっちでやらせばいい。どっちがいい？じゃあこっちで。じゃあな、確かにここでやる必要は。優しさよ。見やすいでしょ、リスナーさんも。見やすいな。リスナーさん見やすいね、こっちの方。見やすい。見やすい。俺たちが腰を痛めるだけでやって、リスナーさんは喜ぶだろ。見やすい方が。腰を痛めて喜ぶリスナー。やったー！腰痛めたー。で、30秒こねたら、うん、30秒難しか、やばい、オーブンじゃない、ごめん、200ワットで40秒チンってかける。え、30秒だけでいいの？え、うん、30秒でいい。これなんか度数がかかってる、うん、あ、もう30秒だったらもう1回ストップ、うん、そあ、やりすぎ、うん、やりすぎ、あ、やりすぎとかあるんだ、うん、怒るよって書いてる。書いてないの？怒るに来るよって。あ、じゃあ30秒で、うん、なるほど、ここでもうサメの方作っていい？まだまだだよ、焼きじゃないから。あ、そうだな。200ワットで何秒？うん、え、ちっちゃくない、このパン。これは膨らむ、うん、ここから膨らむんだよ。膨らむ、あ、これ発酵するから。初めての経験。はず、怖い、ね、怖いだろ、見てみよ、お前。怖い、ほぼ一緒だろ、これ。怖い。怖いだろ、十分。200ワットで何秒？俺たちの人生は長い。40秒。うん、オッケー、じゃあ待つか。え、待つかって30秒。すぐでしょ、もう40秒。ちょっとトークしてもらえばもう終わる。ちょっと、まあ、あと10秒ぐらい。そしたら発酵モードですね。発酵モードで何秒？10分か。 OK、いいよ。はい、40で、うん、何秒時間は？10分。じゃあ、ま、今度こそ待っていきましょう。うん、はい、あ、エラー C21。 どうした？指導レンジもあるとこ。うわっ、ゴープロがちょっと。じゃあこれ、そっちのいいとこはね、あ、はいはい、10分後、会いましょう。そっちのいいとこで、これ撮る。めちゃくちゃ日光パン。めちゃくちゃ日光パン。あ、じゃあここ10分。今日暑いんで、ちょっと。オッケー。はい、発酵しました。発酵パン。膨らみましたね。よし、じゃあここから作っていくか。ひざまずき。面白い、柔らか。おー、面白いな。発酵してるね。そうだな。あ、下はね、まっすぐがいいみたい。なんかゴロンって転がるみたい。なるほどね、うん、これでいい。なるほど。なんだそれ。技？人の怒らせ方。
大きさ全然違うやん。行きますか、ね、うん、どうやって役にゃーいってなるか。あ、ちょっと上にして全然大きさ違うんだけど。違うな。今日っぽくない？ほら、うん、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、あ、ぽい。オッケー、完成です、うん、あ、これサメっぽいな、うん、あ、いいね、サメっぽい。お塩の方いった。あ、これお塩超えちゃった、もしかして。超える、でも出来上がった。これ多分背びれがこうなる可能性がある、長すぎて。あ、確かに。じゃあ、ユニットOKみたいなんで焼いていきます。焼かれて、はい、じゃあね、マックの照り焼きソースあるじゃないですか、うん、はい、あれを再現してフィッシュバーガーにしたら美味しいかなと思って、はい、ちょっと完全再現シリーズやっていいですか。照り焼きフィッシュバーガーってこと。あ、そうまずはじゃあニンニクですね、うん、ニンニクいっぱい、生姜もスプーンいっぱい、醤油手作り醤油、お塩がつけた。これ、うん、手作り醤油、手作り醤油、しかも美味しかったです。はい、お醤油、うん、いや、こんなもんでいいんだ。もちろん入れる、じゃあ、うん、ハローが作るのに、ハローが作るって言ってた。次、打ち出しした。綺麗だった、綺麗だった。メリンですね、次、うん、いいんじゃない、ちょっと。あれあれ、ちょうどいい。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 あれ、醤油と同じ分量ですね。ああ、1対1ね。1対1。はい、次はお酒ね。同じこと言ってほしかったんだろうな。酒を、はい。はい。で、ここで隠し味。リンゴジュース。あ、だめだ。ミスターダメだよ。隠し味だから。ジュースです。謎のジュース。これちょっと隠し味だから。あ、危ない危ない、バレるとこだった。照り焼きなのになんか色が、そうですね、うん、違いますね、なんでかな、なんでかな。漏れてるけど、うん、うん、うん、ちょっとだけ火通しましょう、うん、焦げないように、うん、ちょっとずつ弱火、じっくり、うん、アルコール飛ばすぐらいで、へぇ、やってきます。パンができたようです。せーの、ドン。頼む。お、立ってる、立ってる、立ってる。あ、めっちゃ美味しそう。美味しそう。いい感じでこんがり、いい色、上手に焼けました。あ、ごま、いい感じ。お、かわいい。かわいい。これ、いいね、綺麗。かわいい。あ、熱い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 。ん、熱い、うん、中は温かい。完成です。それ、熱い、熱い、熱い。すごっ。すごっ。普通に触るとちょっとびっくりしたな。ってことで、これじゃあ2つ、これをここの上に置いたらもう完成。うん、置いてみようか。ちょっと下の方が若干大きかったな。大きい、まあいいんじゃない。うん、うん、じゃあやっていくよ。さあ、うん、だから、うん、何度かな、これ。あ、ここ塩コショウとか振らないってやつ、下味つけないってやつ。ん、いいねー。あー、いいねー。楽しみー。どうも、はいよー、どうですか、どうですか。はい、どっこい、すごい。で、上にタルタルソースするか、うん、はい、タルタルソース、うん、はい、チーズ。チーズちっちゃい。もう一発いくじゃん。うん。顎を開くしてる？あ、いいかも。はい。はい、サメセット完成です。ママ、ママ、そっちだ。いかつ。すごい。よっしゃ、ママ食べていいぜ。食べていいですか？うん。いただきます。バーマンが1日目からずっと狙ってたけど、狙ってたんすけど、俺は力不足で出会えることできなかったんすけど。重っ。どっちが壊れるか。いただきます。
バンバンの顎かサメか、うん、おいたどり着けるか。うまっ。うそ、顎いった。サメ感ない。あ、魚たどり着いた。マックのフィッシュバーガーより美味しい。パン粉です。買いたいでしょうね。これサメがめちゃくちゃふっくらしてて、うん、サメがふっくら、ダメやぞこれ。そうなんですよ、昨日、うん、ちょっと味見したんですよ、サメ。うまっ。めっちゃふわ。マジでや、めっちゃうまい。臭くないわけ。じゃあ食べていいですか。、うん、いただきます。え、バーガーで一番、魚界で食ったので一番うまいかも。あ、刺身超えた。超えた。うん。マジでうまい。おいしい。うまい、本当にうまいっす。あらー、てかパンもおいしい。ふわふわしてる。俺ちょっと硬いのかなって思ったんですけど、うん、めちゃくちゃふわふわしてて、うん、このパン30分で作ったの。え、早っ。30分半パン、びっくりする。まだある。テリヤキバーガー、冷めてるやん。ほら、冷めてる。種類食えるんですね、うん、今日。テリヤキバーガーですね、こっち。テリヤキレタス、ちぎれちゃったんですけど、ちょっと酸っぱさが出てる。おいしい。おい、ダボチュー。はい、完成。あ、やべ、汁が死にめっちゃ出てる、ほら。あれ、目がない。これ、照り焼きバーガー。照り焼きバーガー、照り焼き、照り焼きシャープバーガー。うん、切る。さあ、どっちが美味しいのか。赤かった、面白い。赤くない、赤くない。おこれ、串で刺さないと崩れちゃうね。サメの歯のようになってる。うん、うん、いただきます。うわ、びっちゃびちゃだ。どうだ。さっきのはるか5倍美味しいって考えて食べた方がいいっす。マジでうまい。どっちがどっちが美味しいか分かんない。考えてした方がいいってことで。うまいっす。あ、美味しいんだ。肉みたい。いただきます。これも切るわね。でかすぎこれ、うん、めちゃくちゃうまい。あ、俺のところじゃない、こっち切らない。うん、うん、よし。まあ、美味しいな。美味しいっすよね。うん、どっち派っすか。俺こっち派です。あら、マックの手だけの方が美味しい。まあでしょうね。あれじゃ美味しいよ。もうこれ食べてみる。照り焼きパンがないな、あんま。嘘。うん、食べてみてみ。さっきのやつ、うん、あるよ。照り焼きパンあるよ。嘘。あれ、タレかかってない。ちょ、まあ確かにマックのがうまいな。今日サメ感はさっきのよりかはもうない。ねえねえ、あ、サメ感ないね。サメ感はもう一切ない。確かに食べた感じね。まあ、そうなの。俺の口の中では。これみんなで食べていきますか、じゃあ。はい、はい、はいよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、美味しかったっすね。美味しかったね。美味しかったです。サメのイメージ変わったね。フィッシュバーガーも美味しかったし、照り焼きバーガーも美味しかったっすね。美味しかった。全然臭みなかった。うん、臭みなかったっす。まあ、ちょっとあったかね、ちょっと。そう、うん、けど全然食べれる、うん、美味しい、美味しい。食べれる。びっくりしたのはパンより柔らかかった、うん、あ、パン意外と作るの簡単だったな。あ、それもあるね。ね、うん、この気軽にできるんだと思った、うん、そうだね。じゃ次回はサメを使った刺身、はい、刺身いつものやつ。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ガマクエ入ってる。